さあ今日もガタバタの時間やってまいりました。今回ねちょうどねいい感じの化粧品というかそれ見つけたんでね、これを撮影して練習していきたいなと思っています。はい、はい、ではやっていきましょうか。スタート。この放送はガタバウツの提供でお送りいたします。はい、ということで完成しました。今回こんな感じになりました。わー、めっちゃいい感じになったんでライティング解説していこうと思います。はい、今回メインライトこいつ1灯になります。はい、ゴドックスの AD300 Pro ですね。はい、はい、これを愛用にしています。商品の影もそうですけども、ここの後ろのねこのアクリルの影の出具合伸び具合っていうのも意識して1灯目焚いてます。はい、で次に2灯目後ろから5個を差してるというか、うんうん、光が差し込んでくるようなライティング演出してます。はい、この2灯目の角度のポイントなんですけども、ここ見てもらっていい？はい、ここ、さっき言った1灯目のライトの影、はい、とここの2灯目の前に出てきてる影、このラインを一直線にすることによってちょっと違和感っていうのをなくしてます。なるほど、これが2灯目の角度の、ポイントになります。はい、で今回これ見てほしいんですけど、はい、これオーロラフィルムって言います。うーん、このねオーロラフィルムやるとこのねなんかこう海底におるようなでもこういう色、うん、なんと言ったらいいか分からんけど、もうオーロラみたいな、オーロラオーロラみたいな色を演出できます。なるほど、今回使用した背景紙の色はフレームっていう色になります。はい、でこれで撮った写真がこちら。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで綺麗でした、ね、綺麗でした。はい、今日の学びとしましてはね、アクリルは何個あってもいい、あとオーラフィルム最強、この2本仕立てで終わりました。また来週の動画を見てください。それでは参りましょう。じゃんけんぽん。またねー。